はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます、 R です。オーバーブラッドですね、続けてやってみます。そして死にます。面白いな、このゲーム。やべえな、このゲーム、謎の中毒性があるぞ、これ、ちょっと。面白いな、これ。悲鳴は、でもワンパターンしかないんですかね。ラズの、ボワーは、ね、同じだったし、まあ、ミリーさんのね、声も、まあ、あんな感じということで。まあ、今後、また、ね、ダブル共演、ね、共演じゃなくて、一人で、悲鳴あげられるところがあれば、お願いしようかな。ほい、じゃあ続けてね、やっていきましょう。あー、それにしてもジャンプ力が低いな、めちゃくちゃ低いな。まあ、人間らしいといえば人間らしいんだけどね。ん？ここは？あれ？あ、そうやっていくのか。ミリーさん戦えんですかね、そこが気になる。これ、あ、なんかさ、襲ってきそうなんだけど。リニアモーター式貨物運搬車。宙に浮いてるってことは？押せよ。まあ、下は、ね、磁力。まあ、横もか。リニアモーターカーは下と、下じゃなくて端が重力なんだっけ？なんかちょっと、おかしい配置だけどね。下が磁石、左も磁石、でも右は磁石じゃないっぽいんですけどね。あ、やめよう。ん？ちょっと乗り越えるのは無理ね。これ走んじゃねえな、これだって。いい、押さなくていい。もう謎の見えない壁を押すのはやめてくださいますか。ほら、絶対来るでしょ、これ。ガタガタって。やばい！なんだこれ。ほい、じゃあ行きましょうか。これは、あ、調べることはできないんだ。それとミリーじゃダメか。うん、荷物運んでもまあ、押すんじゃない、謎のものを押すんじゃないと言ってもな、これ運べないもんな。もっと丁寧な運転をしてほしいもんだ。コナミ感だな、ひどいありさま。どうしてこんなことになったのかしら。なんでですかね。これを ここを歩かないで、あれ、ここを歩きたいんだけど、あれ、ちょ、え、あれ、これもう降りたら最後、乗り越えるのは無理ね。高すぎて乗り越えられん。何言ってんだよ。高くねえだろ、そんなに。もうじゃあこれ死ぬしかないんだ。宙に浮いてる。まあ、電源が通ってんだよね。まだ機能しているんだわ。磁力で運搬車が浮いている。車輪がない。磁力で浮いてるのか。そうじゃねえんだけどな。なんか使えるかな。あれ、これやばいかな。ダメか。これ死ぬんじゃないの？ねえ。多分死ぬよね。爆発して、ボワーって言いながら死ぬんでしょ？なんか他になんか、ないよな。絶対ないよな。あ、これなんか、あれかな、バルブなのかな。やばい！急に動き出すなんて、危なかったわ。爆発のショックだろうか。気が抜けないな。でもどうしてここはこんなに。そうね、確かにひどい壊れ方。何があったのかしら。俺は登ろうと思って丸ボタンを押したんですけど、
なぜかこの二人は飛んだぞ。あれ、このゲーム何？あの、PS1 の頃からあの、なんとかウェイトリアクション的なものがあるんですかね。マジで？あ、ウェイトリアクションじゃなくてなんだっけ？なんたらかんたら、ねえ、大批判の賛否両論のあれがあったんですかね。やべえぞ、このゲーム。拳銃。はあ、これがあれば。赤いキーカード。何もない。甘いしだ。カード型、差し込むとロックを解除できる。これで、開かなかった倉庫の中の、ものとかが取れるかな。拳銃は小型の銃、残り弾数3。なんだかな。あ、これで終わりか。一旦じゃあ戻るか。もしかしたらまた帰ってくるかもしんないからな。やばいって言いながら。拳銃ね、何に使うのかな。え、何に使うからじゃねえな。多分戦うんだよね。ちょっと使い方が難しそうだな。もうセーブ、これ逐一セーブしてた方がいいかな。これすぐ死ぬんだよな、このゲーム。あ、いいか、別に死んでも。そんなにちま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 やるのもどうかと思うしね。じゃあ先に、先？あれでも下降りられないよね、もう。エレベーター壊れちゃってるし。どうすんだ、これ。戻んのかな？こっちなんかあったっけ？もうそろそろ、普通に敵が、ね、モブとして配置されてるかもしんないな。まあ、戦えないで大丈夫だと思うんだけど、あとこのバルブですね。何の意味があるんだか。うん。これね、何の言葉も示さないのが、怪しいかな。まあ、あんまり喋りたくないのかもしんないけどね。こんな化け物に対して。ここ出そうなんだよな、敵が。出ないか。もう、じゃあここには用はないか。一旦、戻った方がいいか。ここにはもう用はないでしょ。まさかしゃがま、ああ、でもな、このゲームしゃがまないと、ねえ、見つからないアイテムも、多々ありそうなんで心配だな。いやー、でもね、少しでも進んでよかったし、コメントもね、少しばかりでもいただけるようで、R は安心しましたよ。あまりにもね、ひどい出来のゲームだったらどうしようかと思ってさ、まあ、あんまりね、ダメだダメだ言うようじゃ、ね、よく、あれ？飽きそうにない。あ、迷っちゃった。そうね。じゃあまた細かく、チラチラ探索してみようか。まずここ乗っちゃってさ。まあ限界までね、プレイしてみて、判断を下したいところですね。何も入ってない。拳銃は武器だよね、多分。だからまたカードキーが使える場所があると思うんだけど、あれかな、やっぱり、どちらかで、探索しないといけないとかがあるのかな。やっぱり使えない。押さなくていいよ。こんなもんか。そうだね、何もないもんね。戻るか。このカードキーを得てからまたガチャガチャ何ができるのかもしれないな。さっきのリニアモーターカーのところもちょっときちんと見てみようか。まだ何か
あるかもしれない。なんか奥の方にねボタンがあったような気もするんだけど、これだけってことないよね。なんかあるんじゃないの。あ、ここに扉があるんですね。一応裏も見ておこうか。こっちもですね、なんかあるかもしれない。よし、一応ね一人称だけ確認しておかないと何が飛んでくるか分かったもんじゃないかな。特に何もないですね。じゃあ先に行きましょう。14分。そうだね、やっぱり14分くらい経ってようやくセーブするのがいいね。さっきのはねちょっと即死が多すぎたよ。感覚が短いね、死にゲーですね。なかなかいい、うん、これぐらいでいいと思うんだけどね、ゲームってさ。あ、セーブが早いな。ちょっと今黙っちゃったんだけど、まあいっか。これくらいの無音はどうってことない。さて何があるか。広いな、開けた場所だと敵が出そうだな。あー、明らかになんか出そうですね。そしてコンピューターと、うん、また上からなんか行きそうだな。通風弁のコントローラー、今は操作する必要はない。ほう、これは私にはとても登れない。あ、そんなじゃないと思うけどね。待って、私にはとても登れない。ああもう本当に二人で行かないといけない。肩車とかさすればいいじゃん。気が利かねえな。起点なんだろう、気が利かねえな。ロックされてる。あれ、あ、ラズじゃないとダメなの。難しいな。通風弁のコントローラーか。パスワードがわからん。そこでこれですかね。じゃあ91861やってみようか。あれ？どこだ？あれ？今度はあのパネルがないんだけど。あ、なんか下になんかあるかな。ん？あ、ダメか。こういう時に、じゃあミリーに変わって、今は操作する必要ないか。通風弁。あれかな。前にあったあのバルブを回しちゃったのがまずかったかな。一旦じゃあそれをアイテムパスワード入れられないし、物がない。でも鍵がまだあるんだよね。鍵があるってのはどういうことですかね。ちょっとバルブを閉めてもう一回来てみましょうか。戻ってきましたが、どうなってるかな。どうもなってないかな。どうにかなってればいいんだけど。うん、あ、やっぱりパスワードがわからんので動かせませんね。ロックは、何をすればいいんだろう。仕方なくないんだけどな。ミリーさん、やる気ないですか？ん？怪しいところは、あ、ないな。ちょっともう一回見てくれる？
まあ、案の定今ね、自分がどこにいるかが分かんない。セントラルバンチレーション。あ、ベンチレーションか。一応バルブは回したんですけど、あのバルブはなんだか分かんないんだよね。普通ね、空気を、まあ、入れたり抜いたりするものだとは思うんだけど、まあ、扉をね、開け閉めしたり、ね、時には連打が必要だったこともあったけど、あれで通風口の道が変わってるとかってあるのかな？ちょっとわからないんで、一旦通風口、どうしよう。もし、ね、ミリーさんが通風口いやんいやんって言ったら、住む可能性があるんですけど、まあ、そういう時のおっせいかもしんないけどね。あ、ダメだ。じゃあまずカードキーだな。カードキーを使う場所を探す、もしくは、まあ、もしかして鍵。今はこれを使うときは出ない。ってことは、もしかして拳銃を使う、なんだろう、戦闘じゃなくて、イベントで使うものなのかもしれない。となると、逐一ちょっと、試してみる必要はあるか？まあ、オイルではないだろうからね。あとはカードキーでね。そうだな、ちょっとミリーがあんまり役立たなそうなんだよな。何もないか。でもパスワード、あ、パスワードが分かろうが分かる前がカードキーだもんな。カードキーを使いたいっていう意思を示してくれないからな。そうだ、このゲームは深く考えてはいけない。深く考えると死ぬ、詰む可能性が高いからな。足音がするのは気のせいなんですかね。開けるのは無理か。あ、カプセルももしかしたらどこかで使えるかもしれない。何かな。もう一回この調理室みたいなところで探索してみようか。あ、ここまだ調理室じゃなかった。今バルブをね、いじくってあるので、なんかあるかな、こうわけわかんないところでムムムっていうのがね、あるかもしれないかな。まあ、ピポはもうちょっと動いてくれないかもしれないからな。もう一度アイテムの探索を。アイテムの探索じゃないかもしんないけどな。なんかメモとかがどこかにあるかもしんないな。あ、もしくは機械のところでメモを使うとかっていうのもあるかもしんないな。やだな、そういうのだと。こうやってちゃんとやらないとダメかな。2人で、夢中でこれを怪物に吹きかけた。その後どうなったのか覚えてない。なるほど。もう何もなさそうね。これ下とかは？何もないか。特に変わったものはない。実はこれ、下にはあったとか。ないか。くそ、喉がない。あ、そうか。じゃあ何もないのかな？押せる？押せないね。押せるものは押せそうだって言ってくれるのかな？このゲーム押せるけど引くことはできないもんね。あとはじゃあ今あるアイテムでやり、
作りしていかないといけないのか。バルブがね、全然なんか関係ないんだよね。何もないな。誰かなんか持ってないかな。改めて調べるときっとワクチンがあるはずだ。望み薄いけどな。ピポに対しては何もないか。うん、特に反応を示さない。うん、そしたら何かこの部屋で見逃しているものがあるはずだよね。ロックされてる。カードを通すところがないから、これじゃダメだろう。やっぱメモ帳かな。なんか台でもあればいいんだけどね。上に登れるさ、踏み台があればいいんだけど。メモも使えないかな。なんか肩車コマンドとかはないのかな。そうだな、何もないか。そしたら台だな。脚立かなんかを探さないといけないのかな。一応全部使ってみるか、アイテム。ここでね、自分総当たりいいっすか。だからな、何かをとんでもない用途で使うかもしれない。ん？傷を負った時に使う方が効果的だ。すいませんでした。うん、パスワード、もしくはそう、パスワードをどこかで入手しないといけないんだよね。今できそうなことは、そのパスワードの入手と、あの通風弁に登る時の、登るためのなんか台を探してくる、アイテムを探してくるぐらいかな。まああとはあのカードキー使う場所がどこかにあればっていう話よね。何分？あ、もう30分になっちゃうか。よし、じゃあ一旦今回はやめて、で前回みたいにね、実況外でね、ちょっとプレイしている時に秘密を見つけても嫌なので、最低限録画ね、黙っていても録画だけはするようにしますので、はい。じゃあよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。